今の時点で来年の順位予想を聞くと、うんうんうん、はい、優勝はどこになりそうですか。僕はね、はい、今年は阪神はないと思ったね。スアレスがいなくなった。あ、そう、去年は優勝できると思ったのができなかった。スアレスね、うん、いましたもんね。あれ去年勝てなかったら勝てないよと思ってた。あ、だから終わっちゃったでしょ、優勝できなかったでしょ、はい、でスアレス抜けた、はい、じゃあもう無理、はい、だから僕はもう阪神はないと思う、はい、だけど来年は僕はまたあると思う。はあ、うん、争いね、うん、優勝争い、だってもう最後はさ、ちょっとの差じゃん。そうなんですよね。ここはどうなるかわからない。本当ですよね、うん、マジック出ずに優勝してるオリックスなんかね。いやいや、2年ですか。いやオリックスなんて もしかしたら B クラスかもわからないぐらい、ぐらいで、ね、最後ポンポンといったから、ね、でソフトバンクが連敗したからね。そういうことですよね、うん、だそういう相手もいるから、ああうまくいく、あるいは逆にうまくいかない、ああそれによって順位は少し変わるから、ええ、でも争いはするチーム。なるほどですね。そうやって考えるとヤクルトも争う。なあ、もちろんそうですね。だそこに巨人がやっぱりきっちりと整えて、はい、三つどもえにしていくっていうね。そうっすね。横浜も強いしな、うん、強いんですよ。四つどもえ四つやっぱりちょっと中日と今やっぱり、あ、中日は どうですか、 OB として。いやちょっと驚いた。あれあるやんすか、社格みたいなもんじゃないですか。京田と阿部、阿部ね、二遊間打線が弱いって言われてるのに、あれ2人外した。まあ京田がね、1割7分何厘かな今年。だけど1年目が一番良かった、新人を取って、うん、で2割6分何厘でね、そっからずっとあんま良くなかったよ、うん、それで立浪監督は、監督就任した時にバッティングは任せてくださいって言ったの、うん、やれると思ったの、うん、でそこがうまくいかなかった。あ、京田が打てるだからいろんなバッター、いろんなバッター、高橋周平にして打たすことはできるというふうに、そう立浪監督思ったわけですね。思ったわけ、4番にしてももっとホームラン打てる4番にする、うん、なるほど。それは自分の技術指導で絶対やれるっていうのすごい自信持ってたと思う、うん、でいざ蓋を開けてみたら多分そういうことを伝えてんだろうけどもうまくいかない。なるほど、まあ、よくありますよね。デーブ、何なのあれ。俺ね、やっぱり正しいことを言ってあげればそれなりに結果もついてくるかなと思うんだけど、はあ、だからね、そこがうまくいかなかったので、ええ、自分でもちょっと歯がゆかったと思う、ね、監督は。それでまあ京田なんてなかなかなんかやる気がないような顔してるっていうことで、はあ、もうゲーム中に返したでしょ。だあの時点でうわこれも京田外されるなっていうね、そういうものを感じたんですよ。だから阿部は驚いたけども強打はあるんだろうなっていうね、まあ、ドラゴンズ関係者みんな見てたんじゃないか。あ、そうですか。うん、あれドラ1だからね、うん、本当はやっぱり中日で伸ばしてあげたかったな、うん、臨時コーチで呼んでくれないかね。なるほど手強くなっちゃったね。いやいやいや、あ、そうですか、うん、そういうのがね、ちょっとうまくいけばまた違ったと思うんだけど、うん、だからあそこはバッターの補強、うん、まあ、外国人1人なんか取ったみたいですけど、うん、もうちょっといりますね。誰が入るんですか、あれ。その教団のところに。いや教団はもうだから外したのよ。あの土屋だったっけな、ね、リュークだったっけな。若い子ですね。若い子。あれはやる気あるし。セカンド誰行くんですか。セカンドは今周平か、まあ、サードを周平にするのかどっちに、ね、なるのか。どっちにしても薄いですよ。ちょっと手薄ですよ。なんとかしないと、ね、だからお金もあんまり使えない。それで補強もしないといけないってなったら、僕は何が大事かって言ったら GM ですよ。GM が他球団に顔の利く人、なるほど、その人をと契約するかしないかと思う。トレードやったりですね。そう、あ、そしたらお金使わなくてもお願いしますって言ってさ、ね、くれるよ。そうですね、うん、そういうところがちょっとあんまり頭にないのかな。やっぱ机の上で計算だけしてたんではね、思い浮かばないことかなと。あ、そうですね。野球界って狭いとこじゃない。狭いとこですもんね。あそこ弱い、なんとかしてあげようって思うじゃない。そうですよね。ねえ、やっぱりどっちもさ、うん、やっぱりうちだけ良かったらいいじゃないでしょ。特にジャイアンツなんかそういう考えだから。あ、そうですね。ジャイアンツとかソフトバンク、なんか王さんなんかね、だからそういうところだったら、よし分かったっていうことで、うん、協力してくださいますよ。そうですね。うん、そこをちょっともうちょっと考えたらいいのにな。うん、立浪監督だけではちょっとね、に全部株式はかわいそうだから。そうですよね、はい、はあ、じゃあ、まあ、まあ僕は選手に僕だ的に思ってるのは、ジャイアンツは
優勝じゃダメだと思ってるんですよ。え、日本一じゃないと。ああ、日本一ね。はい、僕は敵として昔の西武ライオンズだよ。そうです、ね、西武ライオンズ2位も6位も一緒で、優勝は当たり前で、うんうん、日本一を取って、はい、うん、こうみんなにこうイライラさす、強いやっぱり巨人だなっていう、ね、違うなみたいな、 ある。あのユニフォームが来ると、うん、うわーってこうすごかった思いましたよね。あの頃のやっぱりジャイアンツって特別強かった。強かったですよね。もうそれこそみんなオールスターに出るような人ばっかり。そういうことですよね、それがずらっといるわけだからね、今それに近いと思うんですよね。近いよ、メンバー見たら。そうですよね。でもピッチャーですよ。そうなんですよね、ピッチャー、うん、ピッチャーどうすんの。僕担当外なんで今誰かな。阿波野さんと。阿波野だ。あと山口。あ、こっちの山口ね、はいはい、そうかそうか。そうです、阿波野はねやっぱりいいコーチなんだろうな。そうで、やっぱりあれでしたよ、うん、練習も、うん、多少僕らより遅いアーリーというかやるけど、なんならもう5時過ぎまでやってましたよ、ピッチャー練習。何やんのピッチャーなんて。あんまりやることない。いや、わかんない、だいぶやってましたね。阿波野さん、あの優しそうな顔してやらすなって感じありましたね。何やらすんだろうな。まあ、うん、野手はねやることいろいろあるけど、ピッチャーなんてそんなに時間必要かな。あ、なんかまあ走ってんだかなんだかいろいろやってましたね。そうですか、強化だとか、だからまあ鍛えてもらって。でもまあ、うん、なかなか芽が出ないのがピッチャーですもん ね。やっぱ140のやつが155なかなかならないですもんね。僕が思ってるのは、うん、まあ、オリックスと日本シリーズでヤクルトやって、うん、山田と哲人も、うん、村上も、うん、そう打てなかったじゃないですか。そう打てなかったね。あれって調子が悪いんじゃなくて、うん、パリーグのピッチャーがすごいんですよ。やっぱすごいのかな、僕から見ると。ああ、なるほど。だから、うん、打てなかったんですよ、うんうん、だから我々はセリーグのどこの目標じゃなくて、やっぱ山本由伸を、うん、山本由伸ね、から5点取れるために何するのが僕のテーマなんですよ。はあ、取れないですよ、あんなピッチャーから。取れないね。だそこに行っとかないと、うん、交流戦勝てるわけなくて。そうか、みんなパパピッチャーなんで。そうか、だから今体感で180キロぐらいのマシンも3分間打たすんですよ。そうなの。はい、あ、半端じゃないですから。そうするとやっぱちょっと遅く感じるわね。もちろんですね、うんうん、そういうのをちょっとやらせて、それも監督にも許可取ってますけど。え、それ普通の高級で。もちろんです。おすごい。だからまあ最初結局リリースポイントって2メーターぐらい前になるんで、うんうん、16メーター。ああ、そっからね。14、なるほど。12、うん、こう普通のところからリハビリっていうか、まあ、アップしてちょっと速いの鳴らして超速いの行って、あ、で16メーターに戻るみたいな。14メーターぐらいでリハビリして終わるっていう。3分やるんですけど。イチローもやってたね、そんなのね。やってんですよ。やってたやってた。秋山浩二さんも、うん、秋山ね、引っ張ってましたから、その早いのだから正直秋山さんに僕、うん、あの人の前でもいいんですけど、バッティングのセンスなら僕の方が絶対ありましたから。こうアテンナだとか。でも秋山さん不器用だったじゃないですか。不器用だから練習するんだよねもうあの練習量できないので。あの練習量はできない、ね、できないですよね、うん、できない。それで2000何百歩打った人なので、それを取り入れて、うん、今やらせてもらったんですけ ど。であと王会長からも、うん、ライオンズの時教わったこう練習メニューを入れさせてもらって、うん、それも監督に、まあ、全て相談すると監督がもうとにかくそれやろうっていう、まずやってみようって言ってくれるんで。今ちょっとオフは僕あのこのタオさんの時話しますけど、うん、オフはあのいろんな先生と話し合って、じゃあ本数をどうしていったらいいのか。その僕が楽天ライオンズの時、そうです、打つ方の数とか、うんうん、また追い込む期間をどう作っていくのかっていうのを今からやりだして、うん、気候にもよるんで、あ、そうだね、暖かくなるのか、寒いままなのかで変わるんで。だから宮崎は同じ宮崎ですよね。そうです、2週間ぐらい宮崎でやるみたいなんで、だからそこからこの沖縄行くとちょっと気温がガンと上がるんで、うん、はい、あんまり無理がそこでできないから、そこで調整さそうかなとか。そうね、あ、そうかそうか、そうか。はい、でまたあの WBC もあってちょっと遅いですよね、開幕が。そうか。だからライオンズなんか5日ぐらいからキャンプインですもんね。今度遅い、遅いんだ。そうなんです。あ、そうか。だから僕らはその5日の時間を強化として捉えるのか、だらす時間と捉えるのかも今、はい、監督にもちろん相談しますけど、それをお医者さんたちと今話し合いしてる。デーブはもう選手の頃そんだけ考えてたらすごい選手になってたな。あの、そうですね食べて飲んで寝ないっていうあのデーブがこんなデーブになったかみたいなね。すごい変わったよ。そうね、え、勉強家になったわ。すごい。それ少年野球は自分で教えるのに特に勉強したから、ね、素晴らしい。いや、とんでもない。いやいや、素晴らしい。ということで、タオさんね、あの、なんとプロ野球ニュースでやるような情報を生で入れたんで、うん、今日はあのデーブ大久保チャンネル的にありがたい時間になりました。そうですか、はい。まだまだいっぱいあります。お願いします。またよろしくです。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。どうも。タオさん、実は、はい、年末に、はい、みんな大掃除とか、まあ、リサイクルとかあるじゃないですか。処分するの。やる。の、うん、うちもちょっとあのこちらのところで検索してもらうとやれますよっていうのをちょっとお知らせしたくて。
とどこがどこの会社ですか。常連仲間の。あんたお客さんでまたボコボコ叩いてるから、ね、そうなんだよ。またおかしなことになっちゃった。まあこれはあのぜひこれ皆さん検索してもらって、いつでも簡単に手軽にやってもらいます。よろしくお願いします。